こんにちは。今日の講義は書籍7つのできないを変えるできる部下の育て方についてです。この書籍は部下の育成に悩む管理職を支援するためのできる部下育成メソッドを提供しています。部下の成長を促進させるために心理学と脳科学に基づいたアプローチが用いられ、成長しない部下の7つのタイプに焦点を当て、それぞれに適切な対処法を提供しています。このアプローチは部下が集中できない、協力できない、ミスをしても反省しないといった問題に直面しているマネジメント層に特に役立ちます。書籍の第1章では、いつまで経っても成長しない部下に対するマネジメント層の悩みや課題に焦点を当てています。また第2章では、なぜ部下が変わらないのかについての原因を詳細に分析し、子供時代からの影響などを探ります。さらに第3章では、集中できない、守らない、反省しないといった7つのできないを変えてできる部下に育てるための具体的な方法が提案されています。これらの方法は部下の個々のニーズや特性に合わせて調整されており、効果的な成長を促します。そして第4章では、部下の成長が企業の成功に直結することを強調し、適切なアプローチで指導の達人を目指す方法について詳細に説明されています。この章では、マネジメント層が部下の能力を最大限に引き出すためのマインドセットやアプローチに焦点を当てています。著者は20年以上にわたる経験を通じて、心理学と脳科学に基づいた独自のメソッドを開発し、多くの企業に貢献してきました。この書籍は部下のできないを7つのタイプに分類し、それぞれに適したアプローチを提供することで、部下育成に悩む管理職の助けとなることを目指しています。部下の成長を促進するためには、部下との関係を理解し、適切なアプローチを取ることが不可欠です。本書はそのようなアプローチを提供することで、部下のできないを克服し、できる部下へと変えるための貴重なガイドとなるでしょう。このように部下の育成に関する課題に直面するマネジメント層にとって、本書は非常に価値のあるリソースです。部下の能力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンスを向上させるために、ぜひとも活用していただきたいと思います。この本は部下の育成に悩む管理職にとって真に価値のある資源であり、その影響は極めて大きいと考えられます。まず第一に、この書籍が提供するできる部下育成メソッドは、管理職が部下との関係を改善し、成果を上げるための具体的な手法を提供しています。部下の問題に対処するための有益な戦略を学ぶことで、管理職はより効果的なリーダーシップを展開し、組織全体のパフォーマンスを向上させることができるでしょう。さらにこの書籍は心理学と脳科学に基づいたアプローチを用いており、部下の行動や課題の背後にある根本的な原因を理解することを支援します。これにより管理職は部下のニーズや動機をより深く理解し、より適切な支援を提供することができます。またこの書籍は部下の育成に関する重要なトピックやテーマに焦点を当てており、マネジメント層が部下の成長を促進する方法について考えるきっかけとなるでしょう。部下の能力開発やリーダーシップの向上に関心を持つ管理職にとって、この書籍は貴重な情報源となることでしょう。総じてこの書籍は部下の育成に悩む管理職にとって必読の一冊であり、部下との関係を改善し、組織全体のパフォーマンスを向上させるための貴重な手引き書となるでしょう。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら私たちの体が健康であることは、知識やスキルを磨く上での基盤となるからです。健康な体があれば、より効率的に学び成長することができます。そのため健康管理は決して軽視してはならない要素です。そのような健康管理の一環として注目すべきなのが、ライザップのプライベートジムとライザップウーマンです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供し、食生活やメンタルのマネージメントにも焦点を当てています。30日間無条件全額返金保証や無料カウンセリングなど、顧客のニーズに応えるためのサービスが充実しています。また完全個室のプライベートな空間でトレーニングを行うことができるため、
プライバシーも確保されています。ライズアップウーマンは女性専用のプログラムを提供し、洗練されたプロポーションを導くことを目指しています。ウエイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなど多岐にわたるトレーニングメニューが用意されています。また低糖質だけでなく、女性に必要な栄養を考慮した食事管理も重視されています。さらに美容マシンや美肌に効果のある機器も完備されており、身体全体の美しさを追求することができます。これらのサービスはダイエットだけでなく健康管理にも特化しており、個々のニーズや目標に合わせたプログラムを提供しています。そのため10キロ以上痩せたい方や部分痩せを目指す方、体力がなく運動が苦手な方、産後太りを解消したい方など幅広いニーズに応えることができます。ライズアップのプライベートジムとライズアップウーマンは、健康と美容を追求する方々にとって理想的な選択肢です。これらのサービスを利用することで、健康的な生活を送りながら美しいボディラインを手に入れることができます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。